ございます。眠たいです。眠たいんです今日は。なんでかっていうと、あの H&M とトーガのコラボのやつが8時からオンラインで発売っていうことで8時に起きたんですけど、もう速乾で、ね、でも1個だけ買いました。1個だけ一番欲しかったジャケットを1個だけゲットできました。なんとか。でももうカートまで入れたのに買えないやつがあって、嬉しい。もう8時に起きないんで眠たいんですけど、今日はせっかく早起きもしたっていうことですし、6時内容を撮っていこうかなって思っております。1日の最近ちょっと体重も落ちたりとかしていて、いろいろ気をつけてることもあるので、そこら辺を紹介していこうと思ってます。ではちょっとお腹がもうペコペコなので、朝ごはんから食べていきます。作ります。ごちそうさまでした。いただきます。うん、美味しい。朝ごはんは私はいつもこんな感じです。朝から私何でも食べれる人なので、結構こんな感じしっかりと摂ることが多いですね。今日は玄米とサバとサラダと味噌汁です。サバが私大好きなんですよ。サバ永遠に食べれます、ほんと。基本的に和食ですかね。ちなみに今日の予定はお昼にいつも通ってるエステに行くんですよ。そう、まあ、なのでお昼はそれ行って、でも帰ってきてからご飯食べるかなっていう感じなので、でまあ他は今日はどうしようかな、まあ、編集をします。まあどうしようかな、トーガと H&M 行こうかな、悩む。でもな、10時からなんですよ店舗が。もう今もう9時半とかなので、まあ、開園じゃないか、開店までには間に合わない。売り切れるのかな、すぐ。なんか平日だからって思うけど、関係ないか、売り切れちゃいそうだな、すぐ。ついでに行ってみようかな、ちょっと早めに出て。サバサバ、サバってなんでこんなに美味しいんだろう。私お魚すごい好きなんですけど、サバほんと好きなんですよね。なんか鮭とかよりもサバ、サンマよりもサバ。でもあれも好きなんですよ、赤魚私大好きで、なんか赤魚のちょっと変わった食感というか、なんかめっちゃ好きで、それも好きなんだよな。でもサバは本当に好き。なんか最近また天気がすごい悪い日がずっと続いてて、外が白いんだよな。
よいしょー、さあ、平ご飯できました。いただきます。気づいたらもう3時です。でもなんか最近ね、あんまりお腹が空かなくなってきたんですよ。なんだろう。だから今も今日朝何時だ、9時ぐらいかにご飯食べたんですけど、今3時だけどそこまでって感じなんですよね。お昼は大体こんな感じです。サラダ多めと、なんだっけ、グラノーラじゃなくてオートミール、オートミールで作ったおにぎりとゆで卵的なのを食べます。で、さっき作ったオイコスのチーズケーキなんですけどね、あれも最近すっごいハマってて、だいたい私 YouTube で上げてる方、ダイエットの動画上げてたりとかする方のレシピとかを見て作ってます。サラダもこのおにぎりもひなちゃんねるさんのものを見て作ってます。これがすごい美味しくて、最近ずっとこのメニューですね。お決まり定番です。いただきます。あ、で、そう、さっきエステ行ってきたんですけど、もしかしたら店舗行くかもみたいなしたんですけど、結局行きませんでした。なんか、まあ、いっかと思って結局行きませんでした。まあね、ジャケットは変えたので、まあいっかなんていう感じですね。飛ばさないようにしないと。もう白着てた私、怖っ。やってます。そう、今日めっちゃ涼しいんですよ。夏終わったぐらい涼しくて、本当に。まあでも多分またこれが明けたら残暑とかが来るんでしょうけど、でも本当今日涼しくて、もう長袖着ちゃいました。今日全然これでも平気でした。逆に涼しいぐらいでびっくり。そう、あと今日インスタライブしたんですよね。見てくれた方いるかな。今日はね、なんか懐かしい話で盛り上がりました。当時流行ったものみたいな、プロフィール帳とか、あとモジャとか。モジャ知ってます？皆さん。私めっちゃ携帯につけてましたもん。ほんとその当時ガラケーだったんですけど、ガラケーのストラップつけれるところにもうね、多分5体ぐらいついてて、ほんと携帯本体よりもストラップの方が大きくて、もうそれをポッケにこう入れた時にモジャがうわーってなるのがすごい好きで、ちっちゃい時、当時から割とギャルかったな。あとはなんか DS で流行ったやつとか、友達コレクションとか、なんか犬育てるゲームとか、あとガールズモードだっけとか、あとなんかあったっけな。まあなんかそんな感じでめっちゃ懐かしい話をいろいろしてましたね。練り消しなんで作ってたんだろうとか、なんであの消しカスをローラーで集めて練り消し作ってたんだろうとか、めっちゃ話しててめっちゃ楽しかった。思いません？今思えば。なんで練り消し集めてたんだろうなってめっちゃ考えました。ちなみにこれ今着てるシャツ、これクロップド丈の短い丈のシャツなんですけど、この動画出る頃にはもう発売されてるんですけど、アベマの新作でこのシャツがね、発売されます。みんなから結構好評で、すごい嬉しかったです。襟がね、とっても大きくて、割とボリュームはあってゆったりしてるので、まあ、全部締めてトップスとして着ても可愛いですし、私みたいにちょっと中キャミとか合わせて、なんかボタン1個、まあ、2個とかしてちょっと肩抜いてきても可愛いですし、あとはもうボタン外して羽織としても着れちゃいます。行儀悪くてすいませんなんですけど、後ろにこんな感じで結構大きく刺繍が入ってます。首のところに。ちなみにこれはね、ホワイトとブラックの2色展開になっております。よかったらぜひチェックしてみてください。宣伝失礼いたします。このおにぎりがね、本当に美味しいんですよ。あとそうだ、このねパンツ、これはもうちょっと後なんですけど、これも新作でスウェットのセットアップなんですけど、これもねめっちゃ可愛くて、下がラインパンツになってて、上は襟付きのスウェットなんですけど、色合いがね超好きです。今ネイビー履いてるんですけど、ネイビーとオフホワイトの配色なんですけど、もう一個グリーンとイエローのバージョンもあって、そっちも可愛いんですよ。今日はちょっとね、スポーティーなシンプルな感じだったので、アクセサリーも結構ジャラジャラとごつめなものをつけて、ラフに見えすぎないように気をつけました。ちなみにこのネックレスめっちゃ質問来るんですけど、これはね結構前にザラで買ったんですよね。だからもう多分同じものはないかもしれないです。
ピアスはこれはおばあちゃんにもらいました。ちなみにいつも私メイクライブするときみんなと一緒にリップを決めていくんですけど、今日のリップはマックのインパルシブっていうカラーなんですけど、これを先に塗って、なんかちょっと物足りないねってなって、ビセのマルチスティックカラー10番、これもめっちゃブラウンで可愛いんですけど、リップだけじゃなくてアイシャドウとかチークにも使えるやつで、これを上からつけました。ちょっともう取れてるかもしれないですけど、こんな感じです今日突然のコスメ紹介。でも本当一人でご飯食べてると何話したらいいか分かんなくて、いつも私 YouTube 見ながらご飯食べるので、逆に私が YouTube を撮ってると何を話そうっていう紹介してみました。だからとりあえず今日の私の事情を美味しいゆで卵、ゆで卵ってなんでこんな美味しいんですかね。でも私ちっちゃい時ゆで卵白身がすごい好きだった気がする。確か別に黄身も食べれるんですけど、なんかすごい白身が好きだった覚えがあります。今は別にどっちでもないどっちも好き。ごちそうさまでした。美味しかった。じゃじゃーん、おいしそう。このレアチーズケーキをね、最近よく食べるんですよ。これがめちゃくちゃおいしくて、ヨーグルトのレアチーズケーキ、オイコスはタンパク質が豊富なのでとっても嬉しいやつなんです。これね、いつもこれいつも私別に気にせずにそのままカップのまま食べるので、こんな出さないんですよいつも。でもなんかみんなに見えた方がいいかなと思って今回出そうと思ったんですけど、なかなか出なくて、なんとか出ましたが、こんな感じになってるんだね。すごいですね。こう見ると結構な大きさだけど、これがペロッと食べれちゃうんですよ。じゃあいただきます。こんな感じでぎっしり、いただきます。ぶっちゃけチーズの味はそこまでしないんですよねヨーグルト の味がやっぱ強くて、でも美味しいです。めっちゃ私はプレーンとイチゴとブルーベリー、オイコスの、あと無糖もやりました。でもやっぱ無糖はちょっと物足りなさがあったので、イチゴも美味しかったんですけど、プレーンかブルーベリーが私は推しです。なんかその他のオイコスの期間限定の味とかでもやってみたいな。なんか美味しそうなのあるかな。ツナのクッキーを砕いてやってるんですけど、このクッキー超美味しい。これが最近の私の鉄板デザート。ヨーグルトなので罪悪感まだ少ないですね。めっちゃぎっしりって感じなんで、結構お腹いっぱいになるんですよこれ。本当に私たまにお昼これだけで終わることありますよじゃあゆっくり食べたいと思います。ご飯は大体いつもこんな感じです。引き続きサラダ大盛りに、まあ、納豆が多いかな。納豆この2つが多いかな。いつも味噌汁はある時はって感じですかね。基本こんな感じです。夜ご飯これ今7時なんですけど、なるべく夜ご飯は早めに済ませたいので、お昼ご飯からそんなに時間が経ってないんですが今食べといた方が変な時間にお腹空かないかなと思って今食べてます。顔ひどいかなさっきもうめちゃくちゃ眠気がすごくてちょっと寝ちゃったんですよね。軽くすっごい寝起きの顔してるかも。
テンションもちょっと低いかも。食べるときはなるべく噛む速さをゆっくり噛むのを心がけてます。なるべく忘れちゃうときあるんですけど、大体忘れてるんですけど、なるべくゆっくり噛んでゆっくり食べるのを意識してます。納豆、まあ、納豆は引き割りが好きです。私みんなどっち派ですか？どっち派じゃないか、引き割り派、大粒派、小粒派、いろいろあるか。でも引き割り美味しくないですか？めっちゃ、うん、納豆ってなんでこんな美味しいんでしょうね。うわ、納豆ご飯食べたい。熱々のご飯の上に納豆をかけて食べたい。でもなんか納豆ってあんま熱々のご飯にかけちゃダメなんでしたっけ？なんか前なんかで見たんだよな。で、え、そうなんだと思って。本当なんですかね、あれは。嘘かな。ごちそうさまでした。美味しかった。はい、ということで食べ終わりました、夜ご飯も。なので私の一日のお食事はこんな感じでございます。どうでしたか？なんかまあ最近はもうほんとずっとこんな感じで、あんまり変わった感じではないんですが、どうでしたかね。なるべくヘルシーなものを食べるように心がけてます。このサラダも単純に味がすごい、味が美味しいのでっていうのもあるんですけど、サラダを食べるようにしたりとか、あとお米は玄米だとかオートミールとか、こんな感じです。でも全然なんかお昼ちょっと普通に食べたりとか、ウーバーイーツ頼んだりとかっていうのも全然あるので、毎日必ずこれっていう感じではないですが、だいたい大体はこんな感じでご飯食べております。一日、最近の一日の食事を知りたいっていうリクエストを結構もらっていたので、久しぶりにやろうと思って撮ってみました。はい、ということで、もし何か参考になることがあれば嬉しいです。はいはい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。